したのは形のないもの。きっと誰の目にも映ってはいないけど、曖昧に浮かべた笑顔の長いもの。その影でまた一つ何かが消えてく。透き通ったガラス箱、出口さえ知らないけど、探すのもやめたんだ。いつからか覚えてないな。どうして髪の毛飛ぶ、悲しくなる時は黙ってるけど、だってそこには自由があると。届かなくても自由があると知ってるから。どうして髪の毛飛ぶ、それでもまだ悲しくなる。